はい。ダイワピュアラブです。最近ね、えー、竹内優子さんや三浦春馬さんについては、だいぶ言ってたんですが、あの、アシナセイさんに関してもね、あの、最も不可解なのがアシナセイさんなんですよね。うん。まずその、状況から見てね、他殺しかありえないだろうっていうのが、 アシ生産さんなんですよね。どういう状況だったかっていうと、まず、アシ生産さんがね、洗濯をして、下着をね、外に干してたんですよ。うん。で、洗濯をね、えー、下着などを外に干した後にあ、近所中にね、響き渡るぐらいの大きな声で、ギャーというね、 叫び声があったんですよ。うん。で、その後に亡くなってたっていうことなんですよね。うん。これはもう誰がどう考えても他殺ですよね。うん。まずね、あのー、これからまるしようと思う人がね、自分の下着を外には干さないと思うんですよ。うん。 まあ、男性でもね、なかなかそうは思わないし、女性なら、なおさらね、下着をその、ね、干して丸々しようなんて、まず思わないと思うんですよね。うーん。その、まずその、洗濯物を干すってことは、それをね、取り込むつもりだから干すわけですよ。うーん。 干してからまるまるするってこれ、明らかにおかしいですよっていうことなんですよね。うん。で、その後にね、すぐ、あの、大きな叫び声。もう本当に近所中に響き渡るぐらいのこの、ギャーというね、叫び声。これも襲われてますよね、明らかに。うん。一人でそのギャーって叫び声、まず、あげないですよね、これ。うーん。 その、〇〇をね、しようって思う人が、ギャーって叫び声上げてからやるって、これ、そんなことは絶対ないと思うんですよ。うーん。この状況を見てもね、もう、これ他殺としか思えないですよね、これ。うーん。ということで、このアシナさんもね、もう、不可解極まりない状況ですよ、これ。うーん。 ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。